その少子化は国家の有事だということを国民みんなが理解せないか、ね、ほどほどステーションセカンド。子ども家庭庁でどう変わるでしょう。日本会議唐津が提供します。ほどほどステーションセカンドの時間です。進行は私ゆうちゃんです。そして本日のアシスタントは、はい、ふんちゃんです。よろしくお願いします。はい、本日のテーマは子ども家庭庁でどう変わるでしょうです。本日のですね、解説コメンテーターは、唐津市の子育て支援情報センター理事長の岩本武人先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、令和5年の4月1日ですね、岸田政権の成り物入りの子ども家庭庁が発足しましたが、さて、まあ、子ども家庭庁とはそもそもどういうものなんでしょうか。発足で我が国がどう変わるのかっていうのをね、今日の、テーマで聞いていきたいと思うんですけども、まあ、一つちょっと気になったことがあってですね、4月中頃のアンケートで子ども家庭庁の発足のことを知らない主婦層が7割。でそれ何人いるの、うん、そうですよ、これ、ね、あれだけニュースでやってるのに、そうそう、それですね、できる、法律のことも知らない人がですね、子ども基本法のことを成立を知ってる人がですね、1割しかいないと、実はですね、まあ、だから、まあ、まあ、ふんちゃんがそうらしいですけども、で、まあ、それに関してですね、まあ、今日は、いろんなお話を聞けて いけたらいいのかなと思うんですけども、なかなか苦労されてるみたいですね。そうですよ。はい。で、まずはですね、難しいですね。まあ、子ども家庭庁のですね、設立の経緯についてですね、うん、ちょっと教えてもらっていいですかね。ですね、まずですね、まあ、皆さんご存知のように、もう少子化が激しく進んでますね。うん、それとか、まあ、世の中の子どもの世界でいうと虐待の件数が20万件以上になっているとか、不登校の件数も、まあ、19万人、で子どもの自殺者というのも500人以上になっているわけですね。で子どもを取り巻く環境は非常に深刻なんですけれども、子どもを支援する側の省庁が縦割り行政になってまして、きちっとした隅々までの お世話とかいろんなことができてないわけです。手が回らないってことですね。手が回ってない。うん、で、それでですね。連携もできてないってことですよね。うん、ね、で、それで子ども個人を尊重して、子どもの視点に立って意見を聞き、子どもの利益を優先し、いわゆる子ども真ん中社会っていうのを作ってから、未来を担う子どもを育てていこう、国家としてきちっと育てていこうというのが子ども家庭庁です。で、これは菅政権の時にスタートしてます。で、まずですね、子ども家庭庁の前にですね、子ども基本法というのをちょっと理解してもらわんといけんですね。子ども基本法というのは何を定めた法律なんですかね。はい、一言で言えばですね、子どもの基本的人権の尊重をする、法律ですね。まあ、もう法律のことやから聞いててもなんかね、眠くなるかもしれませんけど、まずですね、子どもの法律というのはですね、昭和22年、戦後間もない昭和22年にですね、戦争孤児とかそういうのが路上生活したりとか、食べるものもなくて大変な子どもがいっぱいいたわけですね。で、そういうふうな子どもに健やかな成長と最低限度の生活を保障するということで、児童福祉法というのが昭和22年に作られたんです。で、その4年後にですね、その頃は子どもを労働者として使ったりとか、人身売買があったりとかしてたみたいで、まあ、子どもの基本的人権の保障と福祉の増進を、これは法律じゃないです、宣言したんですね、国は。
児童憲章というのがあって、児童は人として尊ばれる、児童は社会の一員として重んぜられる、児童は良い環境の中で育てられるっていうのを憲章を出したわけです。これは法律じゃないですね。で世界中まあ同じようなことが起こってて、1989年平成元年です。国連がですね、児童の権利に関する条約というのを出したわけです。でこれはですね、児童の基本的人権を尊重する条約です。これ世界中に向けて発信したんですね。で児童は保護を受ける権利がある、それと児童は一人間として生き方を主張し行使する自由を持つというのがその内容です。で世界の国々はこの条約に次から次、うちもやりうちもやるってこう批准していったんですけれども、どういうわけかですね、日本はですねこれを批准したするまでに5年かかったんですね。平成6年。で世界でいうと158番目のうちもやりますって言った国なんですよ。それなんで遅れたんですか。そうやろ、なんでやろうと思ってね調べたんですけどね、日本にはね今現在ある法律でこの子どもの権利は守られているっていう発想だったんです。で今現在ある法律というのはですね、児童福祉法とか児童虐待防止法とか教育基本法と少年法と、こんなので子どもは守られていますよ、だからうちはそんな焼きになって国連の言うことに賛同せんでもちゃんとやってますっていうスタンスやった。でもね何が違うかというのはですね、その児童福祉法とか児童虐待法とか教育基本法とかいうのはですね、主にこれは福祉のことがメインで、子どもの権利主体を明記してないんです。子どもも一国民、一人間、基本的人権をきちっと持った一人であるっていうようなことが明記されてない。ここのところが一番違うところですね。大人から見たあの法律、大人から見た法律。まあ例えばですよ、ほら基本的人権の尊重って憲法にあるじゃないですか、それとですね、その子どもの権利っていうのはそれまで結びついてなかった、結びついてなかったわけですよ。なかったんですか、子どもは保護されるものやった。まあそうね、保護されるもんですよね、親が大体守らなくてはいけないとかね、だから逆に言ったら子どもがしたことの責任は親が取るっていう、そこはそうですね、で世の中にはその障害者基本法とか、障害者の方の人権を守る法律とか、男女共同参画社会基本法とか、女性の立場を守る法律とかあるんですけど、子どもの人権をきちっと守る法律というのがなかった。でそれで子ども基本法というのをですね、去年の6月の国会で通って、今年の4月1日からこれが公布されてます。ちょっとね難しいんですけど、でこの子ども基本法を実現する最前線部隊が子ども家庭庁です。なるほど、はい。でこの子ども家庭庁というのはこの子ども基本法がベースになっているということなんですね、はいはい。それに基づいて子ども家庭庁というのがですね、まあ要はですね、ちょっと法律の話をしますと、例えばこう児童虐待防止法とかあるじゃないですか、で、特にほら、僕らの子供の頃は親から普通に殴られたりとかしよったし、学校の先生も殴られたから殴られたりとかしよったでしょ。そんな時代だったですよね。だけどまあそれに関して、まあ、文句も言われんじゃん、親に歯向く手は歯向かうとは何度かみたいな感じで怒られてたような概念の中で、今はなんかアメリカなんかは
子供を手挙げた親は逮捕されるです、うん、らしいですね。そうね、そうなんや。日本はおかしいやろ。子供に手挙げたらさ、しつけですって言われたら、もうそっから先、うん、手が入らんわけですよ。要はね、虐待としつけのですね、そのなんていうか境目っていうのが、ね、線引きっていうのはやっぱ非常に難しいのかな。だけど子供が虐待ですって言ったら虐待ない。そう、これはお父さんから叩かれたのはしつけですって言ったら、それはしつけかもしれんね。つまり子供の視点で、子供の視点で判断する、ね、そうね、難しいですよね。難しいよね、これはね。特にやっぱりこの虐待児童の問題とか言ったら、うん、そこをやっぱりこうどういうふうにコンサルトしていくのかとかいうのは非常にやっぱり難しい問題なんだろうなと思うんですよね。確かに、うん、そこのところはちょっと難しいっちゃね。うん、まあまあ、その子ども家庭庁自体はですよ、例えばその、うん、基本理念っていうのがいくつかあると思うんですけども、どういう理念がやっぱあるんですかね。だけど子ども、さっき先ほども言ったようにですね、うんうん、あのなんかいくつかの柱が、いくつかの柱があるんですよ。ありますよね、はいはい。ですね、一応ですね、まずですね、子どもっていくつからいくつまでですかっていうのがあるんですよ。子どもの認定ですね。一般的にまあ子供は、うん、新生児から18歳までということに今までなってたんですけど、す、ね、うん、今回はですね、心身の発達の過程にあるものは子供なんです。なんかちょっと分かります、ちょっと より漠然としたような気がするんです、うん、年齢だから18歳じゃなくてもいいわけ、うん、大学生もいいわけ。うん、つまり親の庇護のもとにあるということが、うん、なん子供、子供なんですかね。うん、だけど定義がちょっとこの辺は、なんかですよ、その子供と大人のね、こう境目って難しいのは、うん、例えばほら、ね、病院で小児科やったら15歳までしか見ないでしょ、大体 ね、うんうん、ね、基本的にね、それから15歳以上は大人なんです、身体的には。それから、成人年齢は18歳でしょ、ね。それでね、まあ、でも酒タバコは二十歳でしょ。二十歳でしょ。まあ分からんけどさ、ね、あんまりそこのとこを詳しく聞かれても僕も分からないけどね。でもほら、まあ後で出てくるけどね、うん、あの修士課程に行ってる、大学院とかに行ってるとか、うん、授業料がいるわけですよ。ああ、そうですね、はいはいはい、だそういうところもですね、うん、出世してから払っていいというようなあの、うん、制度ができたんですよ。まあ、それいいですよね、うん、それ要はだけど、ね、大学生もやっぱり子供なんですよ、うん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 、まだね。なんとですね、うん、そう、他次のでですね、うん、家庭庁の定義っていうのがあってですね、うん、まずまあこれもちょっと読みますけれども、こう生まれた時から大人になるまで、ね、乳幼児、学童期、思春期、ずっと大人になるまで切れ目のない、支援ができるというのがまず一つ、うん、切れ目のない支援ですね。でこれなんでかっていうとですね、今までですね、例えば児童手当とか中学3年生で切れてたんですよ。でやっぱりそうじゃいかんやろうとっていうことで後から言いますけどね。でその後、子育てに伴う喜びを実感できる社会を目指し、結婚、妊娠、育児の段階 に通じて行われる支援。わかりますこれ、うん、結婚からですよ、うんうん、まだ生まれる前、生まれるからですね、はいはいはい、生まれる前からきちっとサポートしてから、あの行こうという伴走型支援って言うんですけどね。家庭庁ってつくとね、そうだから家庭庁ってつくわけよ、ね、生まれる前からない、そうですね、はい、それと、家庭の養育環境、ほらいろんな大変な家庭もあれば、うん、まあ一人親家庭もあればいろんな家庭がある、うん、そういうところの養育環境、そのところを全体的に整備していこうっていうのが大きな定義です、大きな定義。いや、なんかですね、ちょっと見えてきたのが、要はですね、ほら、まあ、生活支援とかもそうですし、その学校とかもですよ、その、学費の問題とかもいろいろあるんだけども、その縦割り行政の中だったら全部複雑でブツブツに切れてたのを、そう、ズバッと横から見て、子供っていう視点でその仕組みを変えていこう。
そうなんですよ、うん、だから、ね、縦割りだからこっちの予算でこっちの予算でとかこうやるわけですよ、うんね、だけど何も一貫したことにならんわけね、まあ、要はですねほら多分、かかってる省庁がいっぱいあると思うんですけども、うん、そうそうそう、それがですねそれぞれでやってることを、うん、統合的に運用しようっていう、そうそうですそうです、その通りです、関してはね、うん、まあかかってるって考えられるのは内閣府、内閣府、ね、そいつね、うん、厚労省、文科省、あと財務省とかもいろいろ入ってるわけですよ。まあ言うたら自治省なんか、うん、自治省じゃなくて総務省も入ってくるですね。多分そうですね。うん、自治省じゃない今総務省。そう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 。そうですよね。うん、あまあ視点としては非常に合理的で面白いし。でしょ。まあね簡単なことで言うとね、幼稚園は文科省、うん、保育園は厚労省。うん、そうですね。認定こども園は内閣府とかこういうふうに分かれてるんですよ、ね、だからそれぞれの予算も違うし、こう一貫した、まあ、ある程度一貫したことは言われてるとは思うけど、まあ、子ども政策に関して一発じゃないわけ、要はその統合的に、そうそう、まあ言ったら子ども版 NSC みたいな感じですね、言ったら戦略会議みたいな感じですね、要はですね、そうやね、いやいや非常によく分かります、それはですね、分かりやすいです、菅さんの強力なプッシュでできた、いや非常に何かなってみんな思ってたけど ね、だって菅さんはほら不妊治療とか何とかにもね、そうよね、使えるのでね、さっきたち、はい、そしたらですね後半戦に行きますけども、岸田首相はですね異次元の少子化対策を打ち立ててますけども、まあ少子化対策としてはどんなことがですね計画されてるのかということを聞いていきたいと思います。まあ、少子化のですね、やっぱり原因とかに探っていかなきゃいけないんですね。ああ、そうですね。うん、ですね、もう少子化激しいんですよ。うん、昨年のですね、我が国の赤ちゃん出生数がついに80万人を割ったわけです。うん、ニュースになってましたね。でですね、うん、あ、そうやって簡単に思うかもしれんけど、東京オリンピック頃、うん、は150万人ぐらい生まれよったわけですよ、半分以下ですよ、そしたらね、でどん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 減っていって、ついに、ここ数年なんとか100万人ぐらいを保ってたのが、ついにここ数年でガタガタガタって減っていってる、コロナもあったと、そういうのもあるんです。でですね、政府の見通しよりも11年も早いスピードで減っていると。その僕ら前ねラジオでした時、2050年の頃には、うん、6000万人となるというわけですね。で4000万という話もあったと。で6000万人って言ったらいつ頃かって言ったら、明治維新始まったちょっとした頃の人数になるんです。でそれだけ減っていってる、それも若いやつからが減っていってる、うん、そうよね。でですね、あの国家を維持するにあたり少子化という人口減少はですね、うん、国防、台湾有事の国防と同じぐらい最重要課題なんです。そうですよ、で静かなる有事と言われてる、うん、なるほど、ね、人口減少はね、うん、ただ人口減少がなったらどういうことが起こるかというとですね、まずあの国家の労働力が落ちますね、当然落ちますね、はいはい、で国家の経済基盤の維持ができなくなる、税金も減りますよね、うん、で国家の社会保障の基盤も崩れてしまう、今のいわゆる年金制度とかですね、そう全て、はいはい、ただつまり国力の低下が来る、国力の低下が起こると、世界に向けての国家としての発言力の低下に、まあ、それに例えば中国が付け込んできたりとか、ね、属国化するかもしれんしね、金出すけんね、うん、その俺たちの言うこと聞けみたいな話になっちゃう、だ最終的には日本経済、日本文化の崩壊につながっていく、分かります、ね、だから非常に大変なんですよ、もう重大な問題って、ね、重大な問題です、じゃあどうしたらいいかって話ですよ、ね、そう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 、うん、でですね、じゃあなんでね減ってるのかと、まあ、減ってるスピードはいろいろいろんなところに書いてあるから、まあ、それ読んでみたら分かると思うんですけど、まずですね、あのお金がない、一番の原因はお金ですね、うん、お金がないですね、はいはい、でですね、
正規職員、30代の正規職員の、うん、結婚してる人は 60% ぐらい、うんうんうん、他はまだ独身の方、うん、男ね男、うん、で非正規職員の場合はですね、うん、約 80% 近くは結婚してない、うん、でパートアルバイトの人にとっては 85% ぐらい結婚してない、うん、結婚できないんですか、その環境としてお金の話、あのね、お金が経済力がないから結婚に踏み切れないっていうのが一番多いんです。やっぱそうなんですね、うん、つまりこう子供を作るとかいう以前の話、以前の話なんですよ、ですね、うん、でだからこう言ったら失礼ですけど、年収が高い人ほど結婚してる人は多いというデータはあります、うんうん、まあ、今だってほら5人に1人男は結婚しなくて10人に1人女性は結婚してないって時代ですよ ね、 ね、 今ね、そうね、多いじゃない、でも増えてるかもしれない、3人に1人って聞いたよ、そうなの、うん、で結婚して続け3人に1人はね、うん、まあ、結婚しない理由って多分いろいろあるんでしょうけど、まあいろいろあると思うけどね、まあ、例えば男性でも今1人でコンビニとかで飯食って生きていけたりとかする、人生を壊したくないとかね、ね、なんかそのいろいろあるけれども、ね、その守りたいとか、やっぱりね、ちょっとそこのところも大きな問題なんです、まあ、で特にここ3年間はコロナの影響でですね、引きこもりですね、みんな、で結婚員件数が10万組減ったって、この3年間で、そうですか、うん、でただででも少子しか進んでるうちに結婚する数も減ったわけです。出会いがやっぱ減ったんですね、うん、やっぱりね、そこでね、そうですね、それで国はですね、いろんな施策を一応考えてありますね。でやっぱり第一はやっぱり経済支援の強化、どのようにしたら若い人にこうが潤沢な経済の中で子供を作れるだけの経済力を持つかということですね。で、いくつか挙げてみましょうか。でさっき言った児童手当っていうのが実はあって、児童手当っていうのは中学生までやったね、はい、で大体月1万ぐらいこう出るんですけれども、でそれを高校まで延長しようとかいうのがもう言われてます。あ、いわゆるこう子どもたち生育環境としての経済支援ですね。そう、経済支援です、うん、まあ、簡単な児童手当、もうお金の給付ですね、うん、それとかですね、もう今何ですか、ほとんど共働きが多くて、うん、そういうだから男性がやっぱりこう何ですか、育休ね、そに子育てに参加しないとなかなかもう家庭めっちゃくちゃになるんですよ。昔はね、お父さん仕事で、お母さん家庭を守るっていうのが大体、ね、で共働きやからもう一人産んだらもう精一杯よね、これ以上めんよねっていう家庭が多いわけですよ。で子供を産んだ結婚してる人はですね、もう一人欲しいとみんな思ってるわけ、うん、でも経済的なもの、共働きで時間的なもの、そういうことからもう一人しかとても無理よねっていう話が多いそうです、うん、で男子の育休休暇取得をこう促進させようと、うん、で、まあ、国で言わせるには、25年までに、2025年までに 50%、 2030年までには 85% の男子が育休を取れるようにしようというふうに、まあ、社会でその子どもたちをこう増やそうというそういう取り組みですよね、それ全体的にですね。それ結局男がもう子育てに加わらんと家庭崩壊ということね、うん、でふみちゃん、あれ分かるように女性は赤ちゃんが産んだら産休というのがあるじゃない、はい、で育休というのがあるやん、ね、でここにはまあ、給料は止まっても社会保険、雇用保険から、支援金が入ってくるわけですよ。今、ね、ただ男はですね、子供を産んでないから産休ってないわけですよ、うん、
自分の子供が生まれた時から育休になるわけ、うん、で、そこから1ヶ月間はですね、うん、お父さんが子育てのために休んでも給料は10割保証しましょうっていうような政策とか、うん、まあ言ったらいろいろあるんです。あとね、でですね、そこで問題です、はい、もっとですね、もう20ぐらいいろいろあるんですけど、うん、問題はお金がいるんです、財源、うん、で財源をどこから取って持ってこようかというのが今、うん、国の問題になってるわけです、うん、まあ、いろんな意見ありますけどね、うん、で全部するには8兆円ぐらいいると。8兆円ね、うん、まあ、でも8兆円で日本を救えるのって安いんじゃないですか、ね、と思いますよね。年間に8兆円年間にだと思いますけどね、うん、そして、国はですね、増税は消費税は一応10年間上げないって主張は言ってるか否定してるわけですね。で教育国債の発行とかいう意見もあるんですけど、これは財務省は非常に慎重になってます。償還財源がないので負担の先送りになるんじゃないかと、うん、まあ、結局子どもたちに、子どもたちにまた乗ってくる、うん、かぶせる話ですね。となると社会保険料から捻出できないかという話が今されてます。社会保険料も結局、まあ、社会保険料も結局は結局ね、増税ですよ ね、 本当にね、現役世代の負担になるわけですよ、うん、まあ、でもそれはですね、その、まあ、現役世代の負担にもなるでしょうけども、社会保険料の問題はやっぱり企業の負担になるというのが問題なんですよ ね、 経済を回す上でそれが非常にどうなのか、そう、ね、まあまあ、いらんところからお金持ってくるのが一番いいんでしょうけどね。そう、そう、ね、そこなんですよね。そこそこなんちゃって雇うの給料減らすね、面白いですね、もうね、はい、だから保険もいろいろあるんですね。年金保険、介護保険、医療保険、労働保険、いろいろあるけど、 そうですね、そんなのをちょっとずつ上げようか、まあ、でもね、ゆうちゃんが言うようにね、いらんとこに金がいっとるのをね、やっぱり、まあね、そうですよ、 LGBT とかね、うん、そうしたらそっちの方にお金流れる件やめた方がいいっていう話ですよね。ですね、はい、年金中の人は、まあ、うん、ですね、いろいろ話聞きましたけど、まあ、まだですね、実はこれは根深いものがありますし、もっと多分言いたいことあるんですけど、うん、今日ですね、非常にですね、子ども家庭庁のですね、うん、あり方っていうのがよく分かりましたので、最後にですね、まあ、子育て支援情報センターのですね、理事長としてですね、やっぱり国とかですね、自治体に対するですね、まあ、思いとか、センターのアピールの話を聞きましょうかね。ですね、今度の家庭庁の動きでですね、やっぱり国が本気になってますから、やっぱり市町県市町村の方にお金もやっぱりたくさん降りてくるわけですよ。で普通事業をするときには国が3分の1、県が3分の1、市町村が3分の1とかいうふうになっとるんですけど、これが国が3分の2出してあげるよ、で県は6分の1でいいよ、市町村は6分の1でいいよというふうになるわけですね。するとですね、市町村軽くなるから動きやすくなるわけです。で僕ら最前線による NPO 法人にもですね、市が動きやすくなるから、国のお金がたくさん入ってくるから、うん、僕らのところにも予算をとか補助金をつけてくれる率が上がってくるわけです。でそうすることによってですね、まあ、拠点事業とかですね、利用者支援事業とかあるんですけど、困った時にどこに相談していいかわからない、で困った時に誰に頼ったらいいかわからない、そういうふうなこう子育て、孤立お母さんっていうのがいっぱいいるわけですよ。でそういう人たちのこうみんな、じゃあもう困った人みんなおいでって、みんなそこでまたネットワークができて、で子育ては楽しいもんだよっていうふうに持っていかないか、でそうするにはやっぱりスタッフも増やさないか、スタッフを増やすとしてもお金もいる、まあそういうことでですね、まあそういうふうにこう、うちの NPO としてはですね、そういうふうな全体事業をですね、もっともっと市民に近づけるようにという、まあ、そういうことを
を、まあそうですね、頑張りたいと思います。まあ、長年ですね、やはりやっぱ子育て支援をされてたですね、うん、もう早くからですね、昭和、平成16年からですよね。昭和でもでしたね。そうですね、そうですね。からずっとですね、されてる、やっぱり、理事長としてはですね、やっぱりそういう思いをですね、があるんでしょうね。さあ、もう本当に聞かなきゃいけないこといっぱいあったんですけどですね、時間がなくなっちゃいました。さあ、本日の歩道ステーションセカンドいかがでしたか。ありがとうございました。本当に今日ですね、どうもどうも、はい、本日の放送や過去の放送は YouTube チャンネルにてもご視聴できます。 YouTube チャンネルで FM からつ歩道ステーションと、ご検索ください。本日はこれまで。皆さんも一日ほどほどにお過ごしください。さよなら。